けど、明けましておめでとうございます。ショールームでは明けましておめでとうございます。いや、そうでもないか。いや、明けましておめでとうございますかな。まあ、いっか、言っとこう。明けおめです。今年もよろしくお願いします。ということで、オンライントーク会でも今日はファンの皆さんと久しぶりに、今年初、そういうトーク会でお話できて、みんなで明けおめって言い合ってことよろっていうお話をたくさんできました。やっぱちょっとミュージックビデオもね、恋落ちフラグが解禁されたりとかしてたので、それについての話ができたりとか、あとは大学卒業おめでとうってたくさん言ってもらえたりとか、すごく嬉しかったです。ちなみに今日のこのニットを褒められました。いっぱいいろんな人に可愛いねって。私もこれお気に入りで買ったの。はい、ということですごい楽しかったです。はい、今日はこのあとね、22時から、ちょっと前髪がもうぺしゃんこなんですわ。はい、22時から今日はなんとあれですね、3じゃないよ、1たす1たす1は3じゃないよ、おじゅりとみれちゃんと、3人で、収録で、今回はねラジオ放送なんですけれども、ブラックパールの曲がなんと宇宙初解禁ということで、こちらもすごく皆さん楽しみにしてるよって言っていただけてすごく嬉しかったです。ミュージックビデオもなんと今日、そのラジオが終わった22時30分からミュージックビデオが解禁ということで、そちらの方もね、両方、3じゃないよってラジオの終わりに必ずあれなんですよ、動画撮るじゃないですか。その動画でもめちゃくちゃ熱く語ってたりとか、いろいろ見どころとかも言っていたりとかするので、よかったら、まあ、あれですね、ラジオ音源聞いて、ミュージックビデオを見てもらって、サンじゃないよの動画を見てもらって、それをき、あの見た上でまたミュージックビデオを見てもらって。 もうみんな忙しいよ。ミレイちゃんとはどうだった？ミレイちゃんとは結構お話しするんですよ、私。ミレイちゃんとはいつからお話ししてるかな？けど、名古屋ドームのお仕事、アナンとミレイちゃんと一緒にね、ゆずきと4人でやらせていただいて、その時に初めてしっかり話して、そっからは結構ね、向こうも話しかけてくれるし、私からも話しに行ったりと、だいぶ喋りますね。早い方です、打ち解けたのが私。人見知りだから。そう、お話しするんですよ。紹介したりとか、おすすめし合ったりとか、いろいろして結構盛り上がってます。身長ミレイちゃんが高い。喋るし、たまに。どうなんだろう。まだ全員とはしっかり喋ってはいないけれども、けど全員1回ずつは喋ったことありますよ。成長だって、確かにちょっと成長ですね。けどやっぱちょっとティーンズユニットの企画にもね、ちょっとカマちゃんと参加したり、まあティーンズかもしれない という嘘はね、すぐ見破られるんですけれど、まあ参加はさせていただきましたので、まあ何が起こるかは知らないんですけれども。
誰がって。私ティーンズユニット企画のね、ちょっとさっき参加、この前参加しましたよ。やめて、ガチで歯とか見えないとかガチで書くの分かってるよ。傷つく傷つく。自分が一番分かっとるわ。で、一番冗談で言ってるのに冗談じゃなく真面目に言ってくるのが一番傷つく。最近気になる後輩いる？けどすごいみんな魅力的じゃないですか。誰々っていう、みんなすごい魅力的。本当に SKE のメンバー魅力的なんですよ。みんな本当にみんな、海海はあのスタイルがいいんですよ。めちゃくちゃかっこいいなって思います。スタイルいいからかっこいい曲とかめちゃくちゃ似合うって思う。そう、ダンスうまいよね、思うよ。あと、あ、けどももたんとかもめちゃくちゃかわいい。なんかブラックパールのメンバーとも結構喋って、ももたんはマジで可愛いです。本当にあの一番キュンって最近来たのが、その皆さんも見たと思うんですけど、あれなんですよ、あの牛の着ぐるみ着てたじゃないですか、牛年を明けおめの時に。なんか可愛かったよって言って言ったら、あれで、ね、公園で撮ったんです、公園に行ったんですあれでって言ったから、最初あの家で撮ってる牛の着ぐるみを着たももたんを見てたから、こう、あ、それが可愛かったよって言ったんですけど、それを着て公園に行ったんですって言って、なぜか私あれだと思ったんだよね。公園って外に遊びに行く公園の公園じゃなくて劇場公演のことだと思ってて、え、わざわざあの着ぐるみを着て公演に出たのって言ってびっくりしちゃったんですけど、私のただの聞き間違い、勘違いだった。そしたらしっかりちゃんとインスタかなんかで公演で写真撮っている写真を見て、あ、そっちの公演ねみたいな。けどももたんって結構すごいあの、なんて言うんですか、そういう着ぐるみ着たりとかいろいろショールームでやってたりとかすごいじゃないですか。だからメンバーを楽しませるために公演に着ていく可能性もあるなってなんとなくパッと思っちゃって、あ、みんなを笑わせようと、みんなを楽しませようとして公演にまで行ったんだろうなって思っちゃったら、けど公演もなかなかすごいけどね。あの外の公演の方も、結構外の公演の方もだってメンバーじゃん、劇場公演の公演だったら。メンバーだったらなんか、え、ウケるっていう感じだけどさ、公演って結構なかなかハードじゃない？一般の方とかが多いじゃないですか。その中で着ていくっていうその純粋さがまた可愛いなってすごい思いました。だってなかなか外でさ着ぐるみ着てさ出かけられないじゃないですか。そこがまたなんか若さというか、あー純粋だなーって思いながら、可愛いなーって思いました。まあ言うて私、そうコメントに書いてくださったんですけど、熊の着ぐるみを着て SKE 劇場のサンシャイン栄までチラシ配りに行ったことあるんですけど、けど言うてあれは顔に被り物をしてたので、まあ、確かにチラシを受け取っていただけないっていうことは心に傷がつきましたが、あの、はい、傷つきましたが、
まあまあまあ顔を隠してね着ぐるみで歩いていたからまだそれはちょっとマシだったかなって思います。桃田の場合は顔は出てたからねそう懐かしいね。いまだにあのチラシ持ってるっていう方いるんですけど、あのチラシが配られるって思ってなかったからめっちゃ字も間違えてくしゃくしゃくしゃって書いたものをコピーされていて、えこれ配るんですかみたいな、めちゃ汚い広告を、広告っていうかチラシをめっちゃ配ってました。懐かしい。 T シャツにしたな。結構その T シャツ好きで着てくださるファンの方もいるんですけど、私も結構そのクマの着ぐるみ着て、あの着ぐるみの上のね、上のあの頭の部分を取り外してはっで休んでいる写真があるんですよ。それが結構自分ってたのかね、スキーカフェに行った時にファンの方がいたんですけど、やっぱり研究生だった時だからあまり知られてなくて、まあ今もそんな知られてるかって言われたら知られてないかもしれないけど、けど今よりは、あの昔よりは今の方がいいじゃないですか。だから SKE カフェ行ったら気づいてくれるじゃないですか、今だったら。まあ今はないんですけどカフェが。だけど昔は研究生だったから誰っていう感じの方が多くて、私でしたみたいな感じになっても、研究生の子だよねみたいな感じだったからちょっともう一回ああいうのリベンジしたいですよね。めちゃくちゃ楽しかった。研究生だった気がするよ私、あれあの日出会ったよ。だってわお、ヨマちゃんは研究生の時からかなり目立ってますよ。ありがとう。嬉しいです。研究生クマちゃん懐かしい。二つ結びだったもんね。新曲の CGA 巡りやってみてよ。やってみたいです。やってみたいというか毎回やってるよね。やりたいですね。またお嬉しい。九州出身ですが SKE ではくまちゃんが一番好きです。面白いし、面白い、ありがとう。もっと言ったって目乾燥してるねって。そうなの、なんか直でちょっとヒーター当ててるから、ちょっと一瞬席外してもいい？ちょっと後で。みんな良いですか？ちょっと後になったらでいいけど、全然。面白い？はてな。多い。名古屋寒いですか？じゃあもうあれじゃん。春とか秋ぐらいの時じゃない？暖かくなったりさ寒くなったりすると本当体調管理ってさ難しいと思うから、みんな気をつけてね。健康第一だよ、本当に健康第一だからね。だって暖かくて次の日寒いって本当にね、体がついてかないよね。ね、体調崩しやすくなるから本当に気をつけてください。ミスタードーナツの限定美味しかった。めっちゃ美味しかった。今日もメールの方で送らせていただいたんですけど、
ミスタードーナツの限定のチョコレート知ってますか皆さん。あの限定の今チョコレートのなんかドーナツ5種類ぐらい出てたんですけど、あ食べたよだって、うんうんって知ってるんだ、いいね。そうなの、なんか結構人気でそのチョコレートドーナツが、で発売日にちょうどお仕事帰りにあの歩いて行ってみたんですよ。でお持ち帰りしようと思ってで買いに行ったらなくて、うわないんだみたいな、まあそりゃあれだよなって、結構行列だったのね。で行列でこんなに並んでるんだってびっくりしたし、でちょっと並んで2店舗ぐらい行ったんだよね。1店舗がめちゃくちゃ並んでたから、うわ並んでるから違うところ行こうって言って違うところ行って、でそこも売り切れで、まあ、結局全然違うものを買ってお土産で買って帰ってったんですよ。そうだから、あやばいって、だから空いてたから売ってると思ったの、行ったところが。だけど売ってなくて、もう売り切れだったから多分空いてたんだと思うんですけど、で持ち帰りして、で家族にお土産ですって言って買ってったんだけど、どうしても食べたくて、でまた頼まれてたからで買って帰ったんですけど、3度目の正直ですよ。もうねこの前も仕事終わりに寄って見たら1個だけね残ってたの、白のハートのやつが、あもう嬉しいと思って、めちゃくちゃ喜びました。あったと思って、で今日朝食べてた、あの帰りました、あの行きました仕事に、めちゃくちゃ美味しかったです。はい、ラスイチだったの、美味しかった。なんかちょっとパイ生地っぽい感じだったね、パイ生地っぽい感じだったので、最初ドーナツだからなんかそういうなんていうのパイ生地だと思ってなかったのね、普通のしっとりしてる感じだと思ってたけど、パイ生地でチョコレートが中に入っていて、え美味しいって思いました。何種類かあるんですよ、セットで売ってるところもあるらしくて、え悔しいって、他にも食べたい、だから食べた人美味しかったら何が美味しかったか教えてくださいね。ラスイチは感動だよね、あ仕事頑張ってよかったって思いましたご褒美だと思って。3月までやってるんだね、ぜひ皆さんもよかったら見つけたら食べて感想教えてください。すごい感動ですよね、ラスト一品っていうのは。嬉しかったから工藤さんにはたどり着かなかったです、大丈夫だと思います。最近食べて美味しかったもの言ってもいいですか。また、まあ、こちらの父の手作りだったんですけど、あの父が動画かなんかテレビで見て やってみたっていうもので、美味しいってちょっと最近びっくりしちゃったものがあるんですけど、あのみたらし団子あるじゃないですか、みたらし団子、皆さんみたらし団子は好きですか。そのみたらし団子をなんとベーコンで巻いて焼くんですよ、知ってます？ベーコンで巻くんです、みたらし団子。
めっちゃくちゃ美味しいの、それが。なんか本当はテレビでかなんか動画で見たのは、みたらし団子に豚肉を巻くといいらしいのよ。豚肉を焼くといいんだけど、けどちょっと豚肉がなかったからベーコンでいいんじゃないかって思ってベーコンをやってみたらしいんです。でそれを食べたんですけど、めっちゃ美味しいの。なんか味的には甘辛いタレに、甘辛いタレ、まあなんかベーコンのちょっと塩しょっぱさとみたらし団子の甘さがすごいマッチしてるの。みたらし団子だっけ、醤油、いやみたらし団子だと思う。あの甘さは甘じょっぱい感じのタレになってて美味しいんですよ。けど肉に餅ってたまにありません？そういう料理。団子からは作ってないんですけど、そこら辺に売ってるスーパーのみたらし団子買ってベーコンを巻いて焼くんです、フライパンで。串にはもう刺してますよ、みたらし団子が売ってるんですから。そのままだから、その売ってるみたらし団子にベーコンの、あの巻いて焼くとめちゃくちゃ美味しいの。ほんと美味しくてびっくりしちゃった。いや本当に騙されたと思って食べてみてほしいっていう感じなんだけど、私もえこれ合うのみたいな、え何、えこれ何みたいな。けどなんていうの、どっちかっていうと五平餅じゃないけど、なんかあるよね、なんていう名前なの、餅にさ海苔がついてる感じ、餅に海苔がついてるのってあれなんていうの、なんか串に刺さってる餅に海苔がこうやってついてて、それが3つぐらいポンポンポンと、磯辺、磯辺焼き、磯辺っぽい感じ、なんとなく感じがそういう感じの、わかる？ちょっと甘じょっぱい感じ、あの餅の甘いタレ、餅に甘いタレがあってちょっとあの海苔のしょっぱさがちょっとわかる、この感じだからちょっと美味しくてびっくりしちゃいました。最初なんか全然なんか合うかどう、何これみたいな感じだったんだけど、いや美味しいから食べてみんって言われて、え食べてめちゃくちゃ美味しくてびっくりしました。超びっくりしました。想像しやすくなったけど、確かに磯辺焼きだと想像しやすいかもしれない、結構ああいう感じ。お腹空いてきた？もう私はご飯食べて、今日は早めのご飯です。なんたって今日はラジオもあるしミュージックビデオも解禁だからね、みんなのコメントも気になるし、その辺に備えておりますよ。だからお父さん、これお父さんが考えたんって言って、えすごいじゃんって言って言ったら、いや動画見たって言って、そういう時は自分が考えたって言っとかないとってそういう話になりました。ね、正直なんだよ、可愛いよね。あそうか、俺が考えたって言って後から言ってたけど遅かった。あ、はじめまして、はじめましての方、正直者だよね、お父ちゃん可愛い。今は9時20分。
また作ってもらったら写真撮るね。どういうのか、まあ、自分で作れって話かもしれないんですけれども、私は食べる専門なんで。はい、お父さんこのショールーム見てたりして？見てません。かつての料理熱はどこへ。え、けどこの前さちょっと作ったじゃん、野菜、野菜じゃないけどサラダちょっとだけ作ったよ。作ったっていうの、乗せたっていうのどっちなのうーん、豆腐、豆腐、そうそうそう、豆腐のやつ、あれ乗せたと思うじゃん。あのタレが作れるかどうかなんですよ。まあタレも作れるんですけど、全然簡単に。タレが重要なの、乗せたとかじゃなくて。もう一つ言わせて、気持ちよ料理は。そう、簡単なものでも気持ちがこもってればいいんです。メールで送ってみて。メールで送ったよ、受け取ってよ送った送った、ぜひよかったらちょっと見てみて。後でメールでね、多分写真送った気がする。え、タレはこれ多分 YouTube で見て、弟がこれ作るといいよって言って教えてくれたんですけど、でなんかタレがごま油に醤油にあとなんだったっけな、醤油、つゆ、つゆ、つゆ、あれ発音どっちかわかんない、にごま油を混ぜて美味しいやつ。めんつゆ、つゆじゃない、めんつゆ、そう、めんつゆごま油、めんつゆ、そう、醤油料理してないのバレバレ、めんつゆです。くまつゆ、めんつゆ、なんでみんなわかるの、私が言いたかったことすごい、やっぱさすが長い絆があるねお弟くんの方が料理うまい説。いや私の方が作るよ、私の方が動く。混ぜるだけ。お料理配信してちょっとキッチンがね綺麗だったらいいんですけど、キッチンが綺麗だったらいいんですけど、別に汚くはないんですけど、キッチン、ロッキーはレオナちゃんがうまいイメージ。あーレオナね、レオナ氏はうまそうだね、確かに。一人暮らししてみたいとかある、あるあるある、めっちゃ憧れる。かまちゃんもねすごいあれだよ、すごい料理詳しい。
いやだからいつもかわちゃんとなんかかわちゃんの家に行ってご飯作る時あるのね。ご飯って言ってもお鍋とかあの野菜切ったりとかするんですけどだからかわちゃんとそれをこうやってキッチンでねこうやってやってて、そしたらくまさん違うその切り方違うとか言って毎回怒られるのそう毎回言われるの、くまさんそれは違うよって言って、くまさんそれはこうやって切るのって言ってあ、くまさんが成長したとか言ってくれるんですけど、そう毎回かまちゃんと一緒にやる、大体かまちゃんちって作るといつもそうなりますね。そう、お皿洗いはマジで本当担当だって言える、担当お皿洗いだけはもう頑張ってる、いつも。いやちゃんと野菜もめっちゃ切ってるよ、今日洗い物はめっちゃ得意だから、ちゃんとちゃちゃっと洗って、いつも洗い物担当、いつも片付け担当、片付け大事よ。あ、お米も洗ったこの前お米もちゃんとね、あの洗ってちゃんと炊きましたね。あの洗いたい担当でしたね。初料理は何歳にしたの？けど一時期お菓子作りはめちゃくちゃ好きだった。お菓子作りはめっちゃ好きで、サンタさん、チーズのサンタさん作ったりとか、クリスマスケーキ作ったりとか、はしてました。友達のお母さんが料理教室、お菓子料理、お菓子作りの先生だから、よく遊びに行ってお菓子作りに行ってました。その時はめちゃくちゃミキサーとかも買ったし、何だったっけな、いっぱいシフォンケーキの焼くやつとかも買ったし、いっぱい集めてた。バレンタインデーもねチョコ作ってたよ。いや作ってたな、ほんとよく作ってたよ私。それもちゃんと教えてもらって、その友達のお母さんに作りました。チョコレートもバレンタインデーね作った。そう、過去形なの、すべて過去形。それは嘘だなって思うじゃん。嘘じゃないの、作ってたん本当に。なんか学校にさ持ってってみんなで交換とかしなかった？友チョコ交換。そうしてたな、部活の時とかに。教室だとバレると よくなかったから、部活とかにみんなで。
あ、そっか、男子などはなかったか。そうだ、男子は友チョコとか作らないもんね。そうだよね。お、下駄箱に入ってたな、だってよ、モテ男。けどさ、逆にさ、バレンタインデーは女子から男子って言ってるけど、男子から女子ってなかったのかな。ちょっとそれあったらすごいよね。私食べるの大好きだからさ、もらいたい側だった。そう。いや、あげるんだ。男子から女子に。いいじゃん、ロマンチック。素敵、そういうの好き。ああ、ホワイトデー。ああ、確かにホワイトデーね。逆チョコ、うん、逆チョコロマンティックじゃない？したことある人いるのかな？最近はあげる。わあ、いいね。なんか私はチョコレート、まあ、今はあまり作らないんですけど、ちゃんとお父さんとか弟にバレンタインデーの時はチョコレートを用意するんですけど、まあ、大抵ほぼ私がちょっと食べちゃうよね。一個ちょうだい、二個ちょうだいって言って。そう、恋の三大きっかけでらしいよ。ほんとほんと、イエイ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 。確かに娘ちゃんからもらってもそうなるわ。気持ちわかる人いるね。くまちゃんにギリチョコあげたい。え、ギリチョコ、本命チョコくれないの？あ、もう9時半だ。過ぎたぞ、9時半に。9時半過ぎたぞ。はい、皆さん、今日私はショールームをやるって言っていたんですけど、まあ多分あれなんですよね、ミュージックビデオとか音源を解禁してからやるかなと思ってますよね。で、私もそうしようかなってちょっと思ってたんですけど、思っていたんですけれども、まあそう、明日、ブラックパールのみんなでインスタライブの方をやろうかなということになっていまして、明日はちょっと楽しみにしていてください。そう、インスタライブでリレー配信をするんですよ。で、せっかくブラックパールのみんなでインスタライブでリレー配信するんだったら、まあ今日一人でわーっとみんなと喋るんじゃなく、明日みんなで喋った方がいいかなと思ったので、ちょっと今日はじゃあ先に解禁する前にみんなとこうやって話そうかなと思って、明日は夜の方、夜にインスタライブの方を順番にみんな、ペアを組んで順番にやっていくので、そちらの方を是非そちらの方をやるので、ちょっと今日は最初の方にやろうかなと思っております。はい、
そうなので明日インスタの方もちょっとまだインスタ私とかブラックパールのこのインスタをフォローしてないよっていう方はよかったらフォローしといていただけたら嬉しいなと思います。はい、フォローしてます、ありがとうございます。方もぜひ今回はたくさんの方に見てもらえると思うので、ちょっと関東の方とかは見られないかもしれないんですけれども、あの競馬ビートの方もぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。ちょっと今度こそ3連単本当に的中できるように。なので今日はこの解禁前の時間にショールームをさせていただきましたということです。よろしくお願いします。また明日もお会いしましょう。まだ10時にはなっていないので10時55分前ぐらいにはショールーム終わろうかなと思います。あ、トースポ買ったよって、ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。すごいあれなんですけどね、今回ものすごく大きく出たんですけれども、どうなるかはやっぱりわからないですからね、競馬っていうのは。お、ダイスポ買いました、ありがとうございます。あ、10時55分じゃない、9時55分ですね。皆さん10時から3じゃないようだから9時55分前にはショールームは終わろうと思います。あ、この後買いに行きます、夜遅いから気をつけてください。3じゃないよは10時からなんで、その手前の9時55分までショールームやってます。明日も顔見れるの楽しみ、嬉しい、そう言ってくれて。明日競馬ビート何の髪型にしようかな、みんな。あ、そういえばさ、ちょっと聞きたいことがあったんです、皆さんに。あの前髪どっちが好きですか？体重は気に言わないです。前髪どっちが好き？前髪の話かよって。申し訳ないです、こんな話で。ごめん、両方好き、ありがとう。以前の方、今みたいな感じ、前髪あった方が好き、あっちの方、どっちの方、ない方が好き。おお、どっちもいい。おー、ある方。ほう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 、ある方が好きな人多いな、けどない人も好きな人多いな。難しい。
分けた方が大人っぽい。くまちゃんが好きな方でいいんじゃない。目がめっちゃ乾燥してる。くまちゃんの気分で、ある儚ない方が好き、ない方が乱れてない、両方最強、素敵、ありがとう。結局何でも似合う、どっちも好きだからたまに変えるのもありかも。なし派。正直選べない、分けるなら今みたいな感じが好き。大人っぽく見せたい時は今ので。うんうん、着ている服によって変わる。横流しの的な。なしは大人クマちゃん。すごい、いっぱい意見をくれている、ありがとうございます。うん、可愛い系はあり、色気出すならなし。ほうほうほう、みんなの意見も聞いとこうと思って。ありがとうございます。迷ってるの？うーん、今は伸ばしてる、とりあえず伸ばしてるし、両方今できるからいいかなみたいな。あ、明日はあの前髪あると思うんですけど、じゃあ伸ばそうか切ろうか迷っていて、けどちょっと今は一回伸ばしてみようかなっていう。地毛をね。そう、途中ね、今めっちゃ鬱陶しい、前髪のこんなに長い、今これでも巻いてる方だからこれぐらい。遊べる長さで遊ぶのがいいんじゃない？確かに。いろいろ研究してみるね。ありがとうみんな。すごい真剣に考えてくれて嬉しいです。私のこんなくだらない悩みに。ありがとう。優しいねみんな。でも聞いてね、ありがとう。はい、ということで、髪のお話はありがとうございました。ただ聞きたかっただけです、ありがとうございます。はい、ということで、もうそろそろあれですね、ブラックパールの緊張しますね、ドキドキします、みんなの反応が楽しみです。多分みんなもどんな感じの曲なんだろうなってワクワクしてくださってるかと思うんですけれども、けどとにかく何て言えばいいかな、けどとにかく本当みんな気持ちを一つにして、一つの方向を向いて撮影とか歌とか歌わせてもらって、熱い気持ちはみんなに伝わってくれたらいいなって
思います。若い子もいるし、先輩の方の、まあ、私とかもそうなんですけど、いると思うんですけど、気とかもな熱い気持ちを持って思います。そしてやっぱ暑さが伝わるのって、やっぱ自分たちが熱くならないといけないじゃん。自分たちが熱くならなかったら熱さって伝わんないし、ファンの皆さんもね、力強さってなんだろうって思っちゃうじゃないですか。だけどやっぱり今回すごくみんな力強さとかも、なんだろう、自分の秘めていた強さとか真の強さがすごい出てたと思うので、みんなに伝わってくれるんだろうなってすごい思います。はい、なのでちょっと皆さん、ぜひサンジャナイを聞いていてほしいなと思います。まあ、昨日も言ったんですけど、音源をまず聞いて、自分の推しメンの声とか、この子の声はここなのかなとか、ちょっと思って楽しんでもらって、ミュージックビデオで答え合わせをしてもらってはい、楽しみにしていてください。ラッパークマさん、ラッパーの方はここヨチフラグかな。今日もラップの話結構したな、オンライン特会で。まさかくまちゃんラップやるなんて思ってなかったよって。じゃあ私も本当にラップやるって思ってなくて、ラップねえねえ、本当に自分でもびっくりですよ。けどもうとにかく家でめっちゃ練習したんですよ、こうやってラップをね、聞いて他の方のラップを聞いたりとかして、で結構弟がラップ聞いてることが多くて、だからちょっとどうかなって言って聞いて違う、それは違うとか言って、それちょっと違うよみたいな、もうちょっとリズムテンポよく言ってみたいなはい、けどそれぐらい頑張ったので、はい、うまく本番は行きました。明日競馬実況配信はしますか。明日は競馬実況というより競馬ビートに出ているので、そちらの方でぜひ見てください。コメントを見てしまっていた。あー、もうすぐだよ。今何時だろう、51分ぐらい。51分ぐらいかな、もう。お、53分。51分か、ありがとう。55分になったら、じゃああともう終了なので、あと4分ですね。結局席を外さなかったけど、いやもう大丈夫です。
あ、あっという間だった、あっという間だね、楽しい時間ってあっという間だね本当に。だってねもう1時間経ったんだね配信始まったから。寂しいなって思う？じゃあ10時からまた私の声を聞いてください。あっちゅりまー。聞く、よろしくお願いいたします。最後にスクショお願いします。どうぞ。くまー、今日のニット変なポーズ。キュンです。以上スクショタイム終わり。取れたかな。あ、取れた、ありがとう、よかったです。5485人の方が見に来てくれました、ありがとうございます。なんかほろ酔いなくまちゃんって感じ。水です。多分ほろ酔い感があるのは多分ヒーターに当たって顔が熱くなっているからです。それでは皆さん、もうそろそろラジオが始まりますのでショールームは終了いたします。はい、ということで、10時からはブラックパールの、音源初解禁、そして10時半からはブラックパールのミュージックビデオ解禁です。そして明日は競馬ビート出るので皆さんはよろしくお願いします。明日インスタの方でも競馬ビートのテレビの前でも、お会いいたしましょう。ということで以上、くまちゃんこと熊崎遥でした。それではここで見ている皆さん、今からショールームから東海ラジオの方に移動よろしくお願いします。それではまたね、バイバーイ、ありがとう。